風俗喜劇とは、古代であれば、ホラフキ、兵士、イングランド王政復古期であれば、気取りや、道楽者、あるいは、若作りをした老人といった、ストックキャラクターを多く使って、社会の階級の風習、気取りを風刺した喜劇のこと。話の筋は禁断の常時などのスキャンダルに関することが多いが、ひねりの効いた、しばしば卑猥な会話ほどは重要でないのが、一般的である。 風俗喜劇は古代ギリシアの劇作家メナンドロスが最初に新喜劇の中で発展させたものである。メナンドロスのスタイル、凝った筋、ストックキャラクターは古代ローマの劇作家プラウトスやテレンティウスらによって模倣された。プラウトスたちの喜劇はルネサンス期に広く有名でコピーされた。最も有名な風俗喜劇作家といえばフランスの劇作家モリエールであろう。モリエールは お嫁さんの学校、人間嫌い、そして一番知られている、タルチェフで、アンシャンレジームの偽善とうぬぼれを風刺した。ウィリアム・コングリーブ、世の習い初版の表紙ウィリアム・シェイクスピアの、から騒ぎを、最初のイングランドの風俗喜劇とみなすこともできるが、それが前世を誇ったのは、王政復古期だった。ベン・ジョンソンの、奇質喜劇に影響を受けた、王政復古期喜喜劇は、 ウィットで観客の心を動かし、指示を封死した。代表的な作品としては、ウィリアム・ウィチャリーの田舎女房、ウィリアム・コングリーブの世の習いがある。18世紀後期には、オリバー・ゴールド・スミスは、負けるが勝ち、または、人世の取り違えで、リチャード・ブリンズリー・シェーリダンは、恋がたき悪口学校で、このジャンルをリバイバルさせた。凝った作為的な筋立てと、 ケーク風のセリフの伝統は、アイルランドの劇作家オスカー・ワイルドに受け継がれ、ウィンダミア共夫人の奥義、真面目が肝心が生まれた。20世紀になっても、ノエル・カワードが枯草熱を書き、サマセット・モームや、PG ・ウッドハウスの作品、ブリティッシュ・シットコムが現れた。最近では、コニー・ウィリスなどの小説家が現代にこのジャンルを持ち込んでいる。ありがとうございます。